今シーズンはとりあえず成田から応援して PK は決めたことないんですけど、シュートを枠に行けるように頑張りたいと思います。今は、リーダーとして、活動しておりますので、まあ、活動に参加していきたいと思います。あれ声入ってね。入ってますよ。やめろ。声入ってんの。入ってますよ。やばいやばい。初出演者。使いますよこれ。恥ずいから。使いますよ。恥ずいから。久しぶりの登場です。久しぶりだからね。まあ2失点もったいないんですけどね、まあ、自分たちで5点ぐらいですか、結構外しちゃったんで、そういうところをねこれからトレーニングで極めてね、今年一部昇格に向けて頑張りたいと思います。はい、今日の試合はまあコーナーキックを見事に直接ぶち込むと打ち込まれるといやまあ大前半をかましたんですけど、やっぱり前線の選手豊富なんで、うちまあちょっとなんとか勝利できましたね。はい、まあ次回こそはしっかりコーナーキックニアから潰せるように頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。一回締めるよ。あと今日はミーティングで終わりです。はい、ですね、さっきも説明しましたが、ミスはどうでもいいんですけど、やろうとすることが大切というか、チャレンジしてくれるとこちらもありがたいというか、だからなんか果敢に練習試合なんか特にチャレンジしてくれればもっと、例えば他のチーム行った時にどんなサッカーにも対応できるようになると思うから、もっとサッカー楽しくなると思うから、9月公式戦も始まっちゃうので、コンディション等々上げていけるように皆さん頑張ってください。大学も多分ないと思うので動いてください。社会人じゃないやつらはやれよお前ら怖え怖えやれよ
僕からは以上です。お疲れ様。今日の感想は、今日の感想は夏バテしましたね。夏バテ、まあ、自分も含めてチームがちょっと足止まってるちょっと肉戦までに、まあ、みんな体力戻さないと、あとは順応することですね、グランドに。はい、以上です。お疲れ様でした。お疲れ様です。やっぱり、まあ、みんなに支えられてるっていうことを学んできた中で、まあ、こうやって自分の人生を振り返っているのと同じようにサッカーもしっかりとやっていきたいと思います。今日で第2回目の自己紹介動画を撮っていきます。はい、今日のまず1人目、こちらの選手です。はい、どうも、お名前お願いします。安田龍と申します。はずいわ、安田龍です。お願いします。今シーズンはとりあえず成田から応援して、とりあえず1点決めます。1点ですか。お待ちしてます。レッセルフォー藤沢の加藤優です。最初はフォワードで、まあ、この夏の目標はシュート。ないです。あ、右ウィングでやってます。最近は PK は決めたことないんですけど、シュートを枠に行けるように頑張りたいと思います。あの辺、丸山直樹です。出身、教育学部卒業しました。今は、フリーザーとして、活動しておりますので、まあ、活動に積極的に参加していきたいと思います。よろしくお願いします。よし、いけ、サーブ。おー、いい、アウト。今さ、加藤のとこでさ、一発でいけるやん。ほら、もうどこにいるやん、そこ。キレは全然試合出れるし、それが逆にボール持った時に何かできないんであれば、そのボール持ってない時にどれだけその考えてプレーできるか、今日の失点とかも全部ボールプレッシャーいけないんだったら、もう最初からもう引いちゃうとか、そういう頭使ったことできない人間にならないと、なんかその人じゃなくてチームに全体に迷惑かかるから、正直
そいつができないことによってそいつが抜かれることによってセンターバックの人ってめっちゃ辛いっていう、もうやってるわかると思うけど、センターバックとか最近ちょっとたるんでる姿が見られたので、僕が、ほったらかしにはできないということで、あと言えます。遠藤君とサッカーの試合見て、いつでもネスペルフォに帰ってこれるように頑張ってます。